ボール迎えながら前向くね。早くだよ、もっと。はい、練習試合を重ねて、また紅白戦も重ねていく中で、まだまだ攻撃のところでも守備のこうかけ方とかでも合わせていかないといけない部分はあるんですけど、まあ、とりあえず1試合目で、まあ、トライし続けながら試合を進めていきたいなと思います。個々がしっかり自分の持っているものをトライし続けて、まあ、主体性を持って、若い選手が多いので主体性を一人一人が持って守備も攻撃もできたらいい方向につながるんじゃないかなと思います。もちろんフォワードなので得点にこだわって常にやっていきたいですし、まあ、去年の積み重ねも出しながら今年はまあさらにゴールに向かう姿勢を見せて得点にこだわってやっていきたいなと思います。去年もゴールを逆算して動き出したりとかポジション取ったりっていうのはセンターフォワードになってから結構意識してたんですけど、まあ、今年は、去年の初めは2トップとかでやってたんですけど、今年はまあ 4-1-4-1 でやってる中で自分がやっぱり一番ゴールに近いポジションで、まあ、決めるべき選手だと思うので、そこは去年以上にこだわってやっていきたいなと思います。もう勝利にこだわってやりたいですし、個人としては勝利に貢献できる得点だったりチャンスメイクだったりアシストの部分で結果を残したいなと思います。なんか今年はゴールパフォーマンスありますか？ありませんなんかしてくれないですかなんかないですか逆にサポーターに募集しましょうか。じゃあ、はい、ゴールパフォーマンス、はい、じゃあちょっとサポーターに募集しましょう、はい、そういう企画やりましょう。じゃあ、はいはい、それを小林選手に決めてもらいましょう、はい、実際に試合で決めたら、はい、これ採用しましたということで、はいはい、そうしましょう。ありがとうございます、はい